グラヌムは南フランスプロバンス地方にあった古代ローマ時代の都市。その遺跡は現在のブーシュイコールデュローヌ県のサンレミドプロバンスのすぐ南に残っている。グラヌムの外線門この都市はもともとケルト系の民族によって建造され、後にギリシャ風になったものであり、ローマの植民地となった紀元前1世紀にはすでに古い都市となっていた。 ケルト神話の神グラニスを祀る社は、紀元前4世紀に建立された。ローマ人たちは、その社と神聖を受け入れ、町の名をグラニスにちなんで命名した。アウグストゥスの知世に、グラヌムは俗領に昇格し、多くの記念建造物が作られた。その中には、広場、浴場、外専門、様々な寺院などが含まれている。グラヌムは260年に、 アラマニジュンによって破壊され、打ち捨てられた。その住民たちは、数キロ北の都市を目指して、移住を行った。グラヌムは、以後、高い建造物の一部を除いて渦漏れてしまい、1921年になって発掘された。それ以降は、フランスにおけるローマ時代の発掘物の中では、最重要なものの一つとなっている。死者記念塔グラヌムには、 西暦10年から25年に建造をされた印象的な外線門がある。そこには勝利者たるローマ人に鎖で引かれるガリア人捕虜が描かれており、西暦一世紀以降のものである死者記念塔と密接に結びついていると考えられる。死者記念塔は全高18メートルの塔で古代ローマ時代の遺物の中では最もよく保存されているものの一つである。 多少の文字の欠落はあるものの、セクスティウス、マルクス、ルキウス・ユーリウス、ガイウスの子たち。その両親へとという秘文は、明瞭に読み取れる。その土台部には、歴史上ないし神話上の様子を描いたレリーフがある。この外宣門と、死者記念塔は、教授元では、レアンティークスとして知られるものであり、古代都市の現存する遺物としては、最大級のものであった。 かつてグラノムの大半が渦漏れていた時には地表に出ていたのはこれらの一部分だけであった。ありがとうございます。